そろそろ暑くなってきたわね。梅雨時でジメジメしてるし、クーラーの季節になってきたなって感じね。私たちが文明の利器であるクーラーを何の問題もなく使えているのは、エネルギーの供給が順調で、電気がしっかり供給されているからだよな。しかし今後、この状況が当たり前ではなくなってくるかもしれないんだ。どういうこと？これから夏なのに、電気がなくてエアコンが使えなくなったりしたら大変よ。それには主に中東を中心とした世界情勢が大きく関わっている。中でも今最も注目すべき場所の一つは、ホルムズ海峡だ。ホルムズ海峡？名前は聞いたことあるけど、あまりイメージがないわ。そこがそんなに重要な場所なの？ああ。世界全体にとってもそうだし、日本にとっては特に重要な場所で、この海峡は日本の命綱とも言えるところなんだぞ。どういうことなのか詳しく知りたいわ。それでは今回は、ホルムズ海峡が封じられるとなぜ日本が終わってしまうのかについて見ていこう。見ていこう。まず、ホルムズ海峡ってどんな場所なの？ホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ狭い海峡で、一番狭いところの幅は約30マイル、48km しかない。ふむふむ。この海峡は、イランとオマーンの間に位置している。ホルムズ海峡の内側になるペルシャ湾に海岸線を持つ国は8カ国ある。そのうち4カ国はペルシャ湾以外にも海を持っているが、バーレーン、カタール、クウェートはペルシャ湾に対してしか海を持っていないから、これらの国は世界の海に出ていくために、このホルムズ海峡を必ず通らないといけないんだ。でも、それがなぜ世界全体にとってそこまで重要なことになるの？たった3カ国の話でしょ？その3カ国が世界にとって極めて重要な立場にあるんだ。霊夢は中東の国というと何をイメージする？それはもちろん、石油かしらね。そうだ。近年、地球環境を考慮して、再生可能エネルギーの活用が注目されているが、やはり今でもエネルギーといえば最も重要なのは石油だ。世界中のエネルギーの約3分の1が石油によって生産されているんだ。わかってはいたけど、そう考えると石油ってすごく重要ね。そうだな。そして、ペルシャ湾周辺には大規模な油田が集中して存在しているんだ。地球上で確認されている石油埋蔵量の約半分がこの周辺に存在しているとも言われているぞ。ホルムズ海峡は、全世界の海上石油輸送の約 40% が通過する重要な航路なんだ。そんなに、量で言うと1日に約1700万バレルがこの海峡を通っている。地理的に見ると、この海峡はペルシャ湾からインド洋への唯一の出口で、その重要性は計り知れないぞ。ここ以外に通れるところはないの？ああ、アラブ首長国連邦は、アブダビからホルムズ海峡を通らずに原油を外洋に搬出するために、アブダビ南西のハブシャン油田から、アラブ首長国連邦東部のフジャイラ港まで、370キロを結ぶパイプラインを持っている。アラブ首長国連邦はオマーン湾に対しても、わずかながら海岸線を持っているので、こういうことが可能だが、さっき挙げた3国はそういった迂回路を用意できない上、海上輸送はまだまだ主力の石油運搬の方法だからな。ということは、ペルシャ湾周辺がどんな状況かということが、世界の石油の安定供給には、すごく深く関わっているということになるわね。ああ、世界の主要なエネルギー源の半分をこの8カ国が握っているということになる。そして、大事なのは石油だけじゃないぞ。石油以外に何があるの？世界で確認されている天然ガスの埋蔵量の約4割もこの周辺に集まっているんだ。天然ガスって石油よりは使われていない印象だけど、どれぐらいの割合なのかしら。世界のエネルギーの約5分の1が天然ガスを利用して生産されている。この地域にある代表的な天然ガスの産地としては、カタールは天然ガスの生産量が世界一だし、イランは世界最大の天然ガスの埋蔵量を持っていると言われているんだ。日本もこの地域からエネルギーを輸入しているの？もちろんだ。日本は主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール等の中東地域から原油を輸入していて、2023年の原油輸入量に占める中東地域の割合は 94.1% と、とても高い。特に輸入量が多いのはサウジアラビアとアラブ首長国連邦だ。日本は資源がない国だから、買うしかないものね。そうだな。日本で使用されているエネルギーの 60% は、石油と天然ガスから作られている。日本のエネルギーの半分近くはこのホルムズ海峡を通っているんだ。この地域から石油が届かなければ、日本は明日にでもダメになってしまうわね。日本だけじゃないけどな。中国は供給の 45% をペルシャ湾周辺の8カ国から輸入しているし、韓国も石油の 70% 近くをこの地域から輸入していて、
エネルギー需要の4割を石油で賄っている。もしホルムズ海峡をタンカーが通れなくなれば、日本、中国、韓国の経済はすぐ止まってしまうだろう。現在でも、中東の情勢が不安定になれば、その不安定さはすぐに原油価格に跳ね返ってくる。そうね、ガソリンの値段が上がるってニュースをよく見る気がするわ。ガソリンの値段は、私たちが原油価格のことを最も身近に感じるものだが、石油が使われているのはそれだけじゃないからな。電気だって石油でできているし、身の回りの日用品も石油からできている製品はとても多い。ペルシャ湾は世界にとって、とても重要な場所だということがよくわかるわ。そういうことだ。ペルシャ湾とその周辺地域を合わせると、世界で最も多くの石油と天然ガスが存在する地域だと言える。そして、これらのほとんどが輸出される際、ホルムズ海峡を通っているから、ホルムズ海峡の重要性が大きくなっているんだ。ここを通る以外の選択肢がないわけだもんね。ああ、こういった場所をチョークポイントという。チョークポイントってどういう意味なの？チョークポイントは、海上輸送において重要な航路が集まっている場所で、大体航路が存在しない、もしくは、大体できる航路があったとしても、とても高いコストになってしまうといった、代わりの効かない要衝のことだ。チョークポイントがあることで、重要な物資の流れを制御できることになってしまい、その影響が大きい起点だということだ。そうか、ホルムズ海峡は狭い場所だから、もっと広いルートだと簡単に制御することはできないけど、抑えてしまうことが可能ということよね。そうだ。例えば悪意のある国家があって、その国がこの地点を、自国の有利になるように活用しようとした場合、大きな問題になるよな。また、ホルムズ海峡の難しさはこれだけではないぞ。どういうこと？通る物資が重要だということはもちろんなんだが、ホルムズ海峡の地理的特徴として、狭い水路と多くの島々が点在していて、航行が難しい地域なんだ。特に、タンカーや大型船舶が通過する際には高度な航行技術が求められる。さらに、このエリアの海峡は砂嵐や霧などで視界が悪化することも多い。ここに船を通すこと自体がまず難しいのね。国連はこの地域を船が航行するときに、危険を回避するために、特別な交通分離スキームを定めているぐらいだ。そして、重要なのはこの場所をどの国が支配しているかだ。狭い海峡だから、どこかの国の領海ではあるわけよね。そうだ。ホルムズ海峡は最も狭い部分がイランとオマーンの領海で構成されているんだが、これだけいろんな船が通り、たくさんの国が関わる場所であれば、一つの国が我が国の領海だから他の国の船は通るなと言い出したら大変なことになるだろ？もちろんそうよね。それを言い出してるのがイランだ。通常、ある国の領海を外国船舶が通行するときは、沿岸国の兵は、秩序または安全を害しないことが、国際法によって義務付けられる。しかし、ホルムズ海峡のように国際的に重要度の高い海峡が、狭いからといって沿岸国の領海になってしまえば、そこに無害通行の義務を厳格に適用すると、ホルムズ海峡の利用が大きく制限され、各国に不利益が生じてしまう。そのため、このような国際海峡では、通常の領海とは異なる取り扱いを行うことが、国際慣習法によって認められてきたんだ。確かに、領海は認めなきゃいけないけど、世界的にも重要な海峡だから、通してもらえると助かるわ。しかしイランはホルムズ海峡を国際海峡とすることに反対している。あくまで自分の国の領海であり、他の国の船は何でも通してあげるわけではない、と言いたいわけだな。だから、イランとしてはこの海峡も他の領海部分と同様に、無害通行だけしか認めないと言ってるんだ。そもそもイランは国連海洋法条約を批准しておらず、今まで慣習として認められてきた国際海峡制度についても否定しているからな。あくまで自国の領海であり、そこを外国の船が通過することには一定の制限を設けたいということね。でも、単に石油タンカーなんかが通行するだけでしょ？おとなしく通してもらうだけなら、それでもいいんじゃないかしら。話はそう簡単じゃないんだよな。2019年には UAE 沖で、サウジアラビア石原油タンカーを含む4隻が、6月13日にはオマーン湾で、日本企業が運航するパナマ石ケミカルタンカーなどが攻撃を受け、また6月20日には、ホルムズ海峡に近い空域において、イラン革命防衛隊が米国の無人偵察機を撃墜したんだ。7月19日には、ホルムズ海峡において英国籍タンカー2隻が、イラン革命防衛隊によって拿捕されている。こういった地域を石油や天然ガスを乗せた船が通過するんだぞ。危ないわね。でもどうすればいいの？
2019年、これらの事件を受けてアメリカ軍は、同盟国などとの有志連合の結成を検討していることを、明らかにしたんだ。こういった攻撃の主体がどこであるかは判明していないが、アメリカは、一連のタンカーの攻撃にはイランが関与していると主張している。だから同盟国同士で協力して、この辺りにしっかりした連合軍的なものを置きたい。というのが本音なんだよな。イランとアメリカって仲悪いんでしょ？すごく悪いぞ。特に2019年以降は悪い。誰のせいだと思う？誰かしら。当時大統領だったトランプのせいだぞ。トランプ政権はイランとの核合意から離脱し、イランに対し実質的に石油輸出を阻止したんだ。核合意って何？これは米英独仏中露の6カ国とイランが2015年に合意した、イランの核をめぐる包括的共同作業計画のことだ。イランが核兵器を持ったら困るだろ？っていうかどこの国も持っちゃダメだと思うんだけど。核兵器と、原子力発電用の核だと何が違うか知ってるか？よくわからないわ。どっちにも濃縮されたウランが必要なんだ。天然で掘ってきたウランを濃縮して、純度を高めて使うわけなんだが、発電に使うウランは3から5%、それに比べて、兵器に利用するウランの方はずっと濃縮を進めて、もっと純度の高いウランが必要になってくる。ふむふむ。イランが核兵器を開発しないために、ウランの貯蔵量を制限したり、濃縮度を制限したり、濃縮に使う遠心分離機の稼働数を制限したりという取り決めをして、イランが核兵器を作れないようにするのがイラン核合意だった。でも、イランは核兵器が欲しかったんでしょ？そんなことによく合意したわね。イランはそれまで核兵器を作ろうとしてたから、これはいかんということで、いろんな国から経済制裁を受けていたんだ。それが辛くなってきたから、核兵器は作らないようにしますから、代わりに経済制裁をやめてくださいって話だな。核軍縮につながって世界は平和になるし、いいことなんじゃないの？なんでトランプはそれをやめてしまったのかしら。トランプは、トランプの前のオバマ大統領のやったことは全部気に入らなかったんだ。イラン核合意はオバマ大統領が数年にわたって交渉して、ようやく実ったものだったんだが、トランプは核合意があっても、イランは核兵器を作れる、と思っていたんだよな。そして、イラン核合意から離脱したトランプはイランに対して経済制裁をすることにして、イランの原油を輸出しにくくしたわけだ。でも、輸出を禁止なんてできないでしょ？イランとどこかの国が普通に石油の取引をしてたら、それをアメリカが止めるなんてできないじゃない。アメリカはイランから石油を買っている国に対して、イランから石油を買ったらお前の国に制裁する、と言ったんだ。日本、中国、インド、イタリアなどの国はアメリカから制裁されたら困るから、そりゃもちろんイランから買うのはやめるよな。なるほどね。それで実質的にイランは外国に石油を輸出することができなくなった。でも、自分の国が石油を売れないのに、他の国が石油を運ぶタンカーが、自分の国の領海であるホルムズ海峡を通ってたら、そりゃやめるって言い出すと思わないか。流れとしては当たり前ね。だからイランはこれまでに何度も、ホルムズ海峡の封鎖について言及してきたんだ。でも、実際に封鎖ってどうするつもりなの？海に壁を作るわけにはいかないわよね。海峡封鎖っていうのは、タンカーとかが全く通れなくする、という感じじゃないぞ。イランは沿岸にミサイル部隊や機雷、高速艇などを多数配備している。機雷や地対艦ミサイルでも首都を撃ったら攻撃するよって話だ。そういう状況を作れば、ホルムズ海峡を通る船はいなくなるだろ？なるほど、それで実質封鎖したことになるということね。イランは実際、いつでもホルムズ海峡を封鎖できる体制を構築していて、2011年にはイラン海軍の最高司令官が、ホルムズ海峡を封鎖することは、コップの水を飲むより簡単だ、と発言したりしているぞ。いつでもそうできるよ、って表明することで威嚇しているとも見えるわね。でもそれってアメリカはどう対応しているの？イランの対岸にはサウジの部隊とアメリカ海軍が睨みを利かせているぞ。バーレーンに拠点を構える米海軍第5艦隊は、海上交通路の保護を主な任務としていて、実際にホルムズ海峡で、戦闘が起きたこともある。第5艦隊って、どんな部隊なの？通常の部隊配置では、1個空母打撃軍、1個水陸両用即応軍とそれらを支援する艦艇及び航空機が、海上勤務の1万5000人前後の兵員と、陸上勤務の約1000人の支援要員と共に配置されているんだ。全部で1万6000人、すごい数ね。艦隊というが、実際はアメリカ軍基地が一つあると思えばいいからな。加えて、2023年にはアメリカは、公海に2隻の軍艦と3000人以上の人員を配備し、イランによる商業船舶への脅威への対応を強化したんだ。バチバチね。
そうだな。ホルムズ海峡の封鎖は単に予想されていることというわけではなく、いつ起きてもおかしくない、現実の脅威だと言えるだろう。確かに、いつ石油を運ぶ船がホルムズ海峡を通れなくなってもおかしくないというのは分かったわ。それなら、日本は何か対応策を考えておく必要があるんじゃないかしら。ああ、対応策には短期的なものと長期的なものが考えられる。まず、短期的なものとしては、エネルギー備蓄の強化を考えなければいけないな。日本はどれぐらい石油を備蓄しておくことができるの？石油の国家備蓄は、全国10カ所の国家石油備蓄基地と、民間から借り上げたタンクに約4250万キロリットルの原油が貯蔵されていて、民間備蓄は、備蓄義務のある民間石油会社などにより、約3200万キロリットルの原油及び石油製品が備蓄されているんだ。これはざっくり計算して260日分ぐらいの備蓄だ。8ヶ月分以上はあると考えていいのね。でもそれを全部使ってしまったらどうするんだろうと思うと、十分備蓄されてるとは言っても安心できないわ。そうだよな。結局は今の、中東にエネルギーのほとんどを依存している状態から抜け出さないといけない。実際、日本は過去の石油危機の経験から、原油の輸入先を中東以外にもっと分散しようとした時期もあったんだ。そうなの？中国やインドネシアからの原油輸入を増やすことで、1967年度に 91.2% であった中東依存度を1987年度には 67.9% まで低下させることができていた。しかしその後、中国や東南アジア諸国での原油需要が増加し、それらの地域から原油を輸入できなくなっていった。それでまた、中東依存度は上昇してしまったんだ。そういった国も自分たちの国の需要が増えたら、よその国には売らなくなるでしょうしね。2010年代に入ると、サハリンや東シベリアといった、ロシアからの原油輸入の増加などで、中東依存度は一旦は低下したぞ。でも、ロシアって、ロシアとウクライナの紛争のことで日本に石油を売らなくなってるんじゃない？そうだ。それまでもロシアから輸入してた原油は 4% 程度と、割合としては決して多くはなかったんだが、サハリンは日本から地理的に近く、輸送コストを抑えられるだけでなく、調達にかかる時間も短くて、とてもいい調達先ではあったんだよな。それで結局、中東への依存度はまた上がってしまったということね。なかなかうまくいかないわね。それなら他の国から買えばいいんじゃないかって思うだろ？まあそうよね。しかし、そうは言っても、石油を他の国から買うことはそう簡単ではない。現在考えられているのは、調達先が分散できる天然ガスをもっと使うようにするということだ。天然ガスは中東以外から買えるの？ああ。オーストラリア、マレーシア、カタールなど、輸入先が世界に分散しているから、万一中東の安全リスクが高まって、中東から全然買えなくなったとしても、心配いらないよな。だから日本国内のエネルギーを、石油で作っている一部を、天然ガスによって賄うようにシフトしようと考えているんだ。現在、世界の原油輸出に占める中東の割合は6割ほどだが、天然ガスは2割なんだ。また、天然ガスは石油や石炭に比べて CO2 の排出量も少ない。天然ガスに置き換えていくのはいい方針な感じがするわね。ただ、単にどこから輸入しようとか、なくなった時にはどこから買うとか、そういった話ばかりをしているわけにいかないからな。資源のない日本という国において、再生可能エネルギーの導入なども、見ていかなければいけないことだと思うぜ。日本は再生可能エネルギーをどれぐらい使ってるのかしら。2021年の統計では、日本国内の再生可能エネルギーの発電量は、全発電電力量のうち 22.4% を占めている。太陽光、水力、地熱、バイオマス、風力といった、再生可能エネルギーは年々増加傾向にあって、2014年に比べると 10.3% も増加しているんだ。かなり増えてきているのね。2023年に開催された、第28回気候変動枠組条約締約国会議、通称 COP28 では、再生可能エネルギーについて、2030年までに発電容量を世界全体で3倍にする、という目標が掲げられたんだ。ただ、自然に頼った発電方法は気候の影響を受けるなど、安定供給が難しいといった不安点もある。そうよね。他にはどんな電力が考えられるの？原子力発電の再評価も重要だと言えるだろうな。福島第一原発事故以降、日本の原子力発電は厳しい規制の下で運用されているが、エネルギー供給の安定化を図るためには、原子力発電の役割を再評価し、安全性を確保した上で再活用することが求められると思うぞ。原子力発電は CO2 排出量が少ないため、気候変動対策の一環としても重要な位置づけとなるしな。でも、
福島の事故もあったし、日本人は原子力に対してセンシティブなんじゃないかしら。そういう面はもちろんある。しかし、いつまでも原子力をタブーとして、見ないふりをするわけにはいかない。そうよね。建設的な議論が必要だと思うわ。そういうことだな。今回は、ホルムズ海峡がなぜ重要なのか、封鎖されたら日本にどんな影響があるのか、よくわかったわ。日本から遠い場所だけど、すごく日本に関係のあるところだということよね。今回の動画はここまでだが、ホルムズ海峡の重要性や、日本の今後のエネルギー政策について、コメント欄に意見を書いてくれると嬉しいぜ。高評価グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。